こんにちは。今日は、鮭のホイル焼き作りました。魚料理を家で作るのは初めてです。ホイル焼きなら簡単にできるかなと思って作ってみました。ちゃんと火が通っているか。火通ってそうです。美味しそう。鮭と白菜、人参、えのきなど切ってある野菜をがこうまとめて入ってあるやつを買ってきて入れてます。で、バター醤油で味付けしました。で、味噌汁、インスタントとご飯で、早速いただきます。めちゃくちゃ楽しみ。お、ちゃんと火通ってますね。うまそう。美味しい。火も通ってるし、すごいうまいぞこれ。簡単。本当に醤油とバターかけてこれ入れただけ、めちゃくちゃ簡単で超うまい。野菜もうまい。魚いいっすね。魚久しぶりに食べたけど美味しい。野菜もうまい。ネギが、大きいネギが入ってる。またネギあった。野菜がめちゃくちゃうまいぞこれ。鮭はもちろんうまいです。野菜がめちゃくちゃうまい。うまい。野菜と鮭と一緒に。ご飯がめちゃくちゃ進む。味噌汁もうまい。ちょっとまだ鮭残ってるんで、ご飯お借りしてきます。ご飯お借りしてきました。そして食べてたら熱くなったんで脱ぎました。じゃあ食べてきます。こんな感じ。下に野菜をいっぱい入れたんですけど、野菜がめちゃくちゃうまい。白菜がめちゃくちゃうまい。えのきと味噌味にしようか迷ったんですけど、今日は醤油でやってみました。めちゃくちゃうまい。うまっ。ちょっと驚きのうまさですね。これやばい。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。お腹いっぱいです。鮭のホイル焼き初めて作ったんですけど、とても美味しかったので大満足です。めちゃくちゃ簡単だったので、でこんなに美味しかったので、ちょっとまた違う味で作ってみたいと思います。またちょっといろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。